さあ始まりました、カッサンチャンネルです。今日はですねやってる88ですね、見事ですね。主役がかかって、まあ、あとはあのサブコンが、今トントンさんがやってくれてるんですけど、サブコンが治ってきたら、はい、サブコンが治ってきたらあっちのねナスタルはね、まあ、ちょっと行動いけるんちゃうかなと思うんですけど、とりあえずですねここの場所をやっぱ広く使いたいっていうこともあって、今ここに置いてある、88これをですね再生したいなと、で販売したいなと思ってます。でこれねキック降りないんですよね、まあ、キック降りないです。でなんで降りないのかっていう理由を今日は、動画にしていきたいと思ってます。もし腰上だけ焼き付いてってことであれば、あのこの前の動画ね、あの多分このエンジンピストンとシリンダー生きてると思うんですよ。でそれ入れ替えればこれ生き返ると思うんですね。なので今日も T2 レーシングさんでいろんなパーツ買ってきました。これを使ってそれが、まあ、いけたらいいかなと。で無理やったらエンジン全部出します。でクランク摘出して、T2 レーシングさんで、クランクのオーバーホールをして交換して逆組していってこれを完成させるという流れになります。はい、ということでですね、やっぱり同じ仕事は連続してやった方が、もうどうやってバラすかっていうのも大体頭に入ってるんで、今日今もう3時半でちょっとスタートとしては遅いんですけど、頑張ってバラしてですねどんどんやっていきたいと思います。カッサンチャンネル、もうシートもバレてますし、タンクもバレてます、タンクもバレてます、はい、タンクもバレてます。でここのシート、これもバレてます。キャブも取ってます、キャブも取ってます。まあここからですね、はい、もうすぐマフラー両方取れるんですけど、なんかね下回り見てるとすごい綺麗ですね。なんかもっとゴテゴテしてるんですけどね、ワンチャン期待しちゃうな。冷却水入っているだけマシなのです。リードバルブ外します。あ、綺麗、まあまあ綺麗。クランクの中めっちゃ綺麗です。サビ全然ない。これはねちょっと期待できます。ほんまに腰上焼き付いてるだけで、ただ回れへんだけで、それキュッて外して腰上入れ替えたらもしかしたら復活するかもしれませんね。これは楽しみ。はい、あらかた外しました。やっぱねこの水冷のホース外すのがやっぱ結構一番かかりますね。他はいいんですけどね。でまあこことか、次はこことかね、エンジン下ろしていきます。でエンジン下ろすのに大活躍するのが、あ、すいません、こんなに雪降ってます。俺今日帰れるんかな。あのタイヤね、あのタイヤがめちゃ便利。これ僕はいつもこうやって下ろします。これを挟んで最後ね、もう全部外れてるんですよ。ここも下も前も支えてるとこはなくて、もう全部外れてるんですけど、これね、これここをこれでギュッて緩めると押さえてるのがピッて取れてガボンって落ちてくるんですね。いきますよ、ほら今だいぶ動いたでしょ。本物に今度これをひねして、こっちもひねして、で、あ、いた、もういけます。あ、出た出た。あとはもうケーブルとか引っかかってる時あるんで、それを見ながらね、はい、もう降りた、はいはい、降りました、はいはい。このエンジンのウィークポイント分かりました。クランク結構綺麗で、フロントバンクめっちゃ綺麗でも、見てください、リアバンク激しく焼き付いてるんですよね。問題はリアバンクなんですよ。だから今からリアバンクを外して、でクランクが回るかどうか確認したいんですよね。今日の一番面白いところですね。この時のためにやってるって感じですね。この NSR88 が勝ってよかったかどうかの瀬戸際です。
あ、ちなみにこれね、ちゃんと緩めてからやってますからね。ヘッドぐらいは簡単に外れてほしい。はい、いけたね。緩めるだけ軽く緩めて、全部これで開けようとしない。狭まってできなくなりますからね。狭まってネジが外れなくなるので緩めるだけ。よし、OK。これで抜く。調子に乗らない。これで抜く。はあ、疲れた。ここの話ね。言うても固着してるからなかなか取れないでしょうね。で、これでピストンを押し下げたりもできるけど、できないじゃないですか。ラスペにしよう。せめてね、せめてちょっと。これまあ僕思うんですけど、あんまりこの状態で叩きすぎるとクランクに良くないのですよ。だから1日つけ置いた方がいいと思う。こういうラスペに入れて、もちろん温めるのもいいけど、とりあえず相当固着してるんで、今日はカッサンチャンネルの動画的にはここまでにしようかなと思ってます。多分ね、1日置いてだいぶ違うと思うんですよね。うん。で、まあちょっとコメントでもなんかこうしたらいいんじゃないかみたいな。本当は叩いてもいいですよ。叩かずに今水平にして、今溶剤がこう入るようにしてるんで、それが賢明かなと。で、いきますね。今日の一番大事な、フロントバンクは綺麗やったって言ったんですが、リアバンク見てくださいね。ほら、動くんですもん。ほら。わかります？これピストン、シリンダー動いてるんですよ。ほら。ってことは、クランク生きてるんですよ。これクランクめっちゃ綺麗なんで、センターシールさえ生きてたら、これこのまま使えそうです。本当に。中めちゃくちゃ綺麗なんで。これ焼き付きだけのことやったらいけます。これでキックも折りますから。でめっちゃこう圧縮感じ、プシュプシュプシュって言ってる。ほら圧縮してる。だからすごくいいパターンなんかもしれません。でここのシリンダーは向こうの予備エンジンから取ってこっちに持ってきたらいいだけなんで、やったかやったかも。焼き付いてても諦めないで。カッサンチャンネル、今日はこんな感じでいいかしら。パークリファイア、燃やす燃やす焦がす。
いられない昔の自慢を持ち出して別れ